防衛省は南西地域の防衛体制強化のため沖縄市池原にある陸上自衛隊沖縄訓練場に弾薬などを保管する補給拠点を設けることを計画しています。これを受け、今日午後、沖縄防衛局の小野勲局長が沖縄市役所を訪れ、桑江幸男市長らに計画の概要などを説明しました。南西方面における部隊活動、それを迅速かつ継続的な使用を可能とするために、沖縄訓練場の中に、基地内にですけれども、補給所の支所を進展いたしまして、補給品等を管理している人員を配置させていただいた。説明は冒頭の挨拶を除いておよそ30分にわたり非公開で行われ、終了後、報道陣の取材に応じた桑江市長によりますと、来年度予算におよそ2億円が計上されることや、火薬庫や航空機用の燃料施設などを配置することについて説明を受けたということです。これは防衛、そして安全保障の問題ですので、国の専権事項として私の方が拒否するとか容認するとか、そういう立場にはありませんので、そこはもうしっかりと説明をしてもらうということを強く申し上げます。桑江市長はこのほか地域住民へ説明会を開くよう求めたということです。